DFC 宮崎背番号11番鈴木翔馬です。背番号19番田村健です。今日は鈴木選手のナイトルーティーン。ナイトルーティーンじゃなくてナイトルーティーンじゃないですか、うん、まあ去年からお世話になってる、マスっていうお店に夜ご飯食べに来てます。お世話になってます。去年はお昼と夜ご飯を食べさせてもらってて、今年は、まあ拠点が角になったので、あ、このお店は宮崎市にあって、仕事の関係で、自分たちは宮崎市に住んでるのでよく来てます。で、去年じゃないか、今年は角が拠点になったのでお昼とか食べれないんですけど、夜はこうやって来て食べさせてもらってることが多いです。あっちにポスターとかも貼ってもらってます。今日の夜ご飯の紹介。じゃ今日の夜ご飯のメニューを教えてもらってもよろしいでしょうか。今日の夜ご飯は空心菜と豚肉の塩だれで炒めたやつとチキンカツと味噌汁とご飯。ね、サラダ、味噌汁が美味しいですよ。じゃあ食べましょう。何から食べますか。俺はやっぱ味噌汁、汁物から。汁物から。しっかり味噌汁から。どうですか。食べる、うん、はい。味噌汁美味しいです。いつも通り。はい。じゃあ次はサラダ食べます。これ大丈夫、面白い。味の良さを伝えてください。マスのいいところを。マスのいいところは、はい、やっぱこう優しい。食べながらしゃべっちゃダメだね。どんなところ優しいんですか。優しい、まあなんかこうなんだろう、親みたいな。自分が怪我して入院してる時もお見舞い来てくれて助けてもらいましたし、こうやってご飯食べさせてもらえるのもありがたいし、いいですね。なんかアットホームな感じが。で、まあいろんなお客さんとかこう地元の人とつながってこう話しながらっていうのもよくあって、こう楽しいですね。ここにいるとご飯も美味しいし。美味しいですね、ご飯。うん、ちょっとこれ食べてもらっていいですか。はい、これ確かにアットホームですね。ね、中国人ですよ。もうまだ3ヶ月ぐらいですよ。県はいつ始めてきたんだっけ。でも4月ぐらいじゃないですか、うん、どうですか。美味しいです。美味しい、美味しい。あったかい、あったかい、あったかい。ちょっとやっぱ自炊とかはね、難しいからちょっと作るの大変だけど、ね、やっぱ仕事終わって、うん、ここ来て食べるっていうのが多いですね、うん、ちょっと自炊できないなって時は、はい、なんでもしよかったら宮崎市に来る機会があったら来てみてください。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日どうでしたか。今日のマスはいつも通り美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しい、すごく応援してくれてるので期待に応えれるように頑張りたいです。頑張ります。頑張ります。皆さんぜひマス来てください。また来ます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。